リンゴのデニッシュデニッシュとは、パンの一種。デンマークやその周辺のスカンジナビア諸国に源を発し、世界各国で様々なものを指す場合がある。デニッシュペストリーという呼び方もある。原料として、小麦、イースト、牛乳、卵、多量のバターを含む。その他の油脂類を含む場合もある。イーストの入ったパン生地を薄く伸ばし、バターを塗り込み何重にも重ね、巻き込む。 数回繰り返すことでサクサクする食感やバターの風味が出来上がる。ただし作り方には例外もある。デンマークではチョコレートや砂糖等をトッピングしたり、ジャム、マルチパン、カスタードを詰めたりするものもある。形も色々あり、中に詰め物のある丸いものや螺旋状に巻いたもの、ひらがなの目の字に似たクリンゲルなどもある。デンマークのパン職人が 楽農王国ならではのバターや鶏卵をたっぷり使って、サクサクとした食感の生地に改良した。クロワッサンのようなバターを何層にも折り込んだパン生地に、フィリングとコーティングやトッピングを組み合わせ、様々な種類を作ることができる。生地はクロワッサンに似ている。だが、クロワッサンと同製地を使っている店と、別生地を使っている店があり、一概に同じとは言えない。デンマークでは、 誕生日などのお祝いには、ケーキの代わりに食べる。大きなクリンゲルや子供のバースデーには、男の子や女の子の形のカイヤマンを作り、みんなで切り分けて食べる。デニッシュとはデンマークが由来という意味だが、そのデンマークでは、オーストリアのウィーンで発祥したと伝えられているため、ビナーボズと呼ばれている。日本ではアンデルセンで販売されたのが最初。1959年。 高木ベーカリーの創業者、高木俊介が初めて欧州旅行に出かけ、デンマークのコペンハーゲンのホテルヨーロッパで食べた、朝食のデニッシュペストリーに感動したのがきっかけ。菓子パンとしてのみならず、ベシャメルソースやトマトソース、マヨネーズなどと具を乗せて焼いた調理パンとしても多く、流通している。ありがとうございます。